日本中の老先生たちの一品の中でもひときわ光る筆のすさび。天地はおよそ50億年、万物を新陳代謝して一体となし、人間今ある姿は仮の姿であると主張する水木先生の余技は今立派に花開いている。50歳を過ぎて始めた墨絵、最近では布袋様を描くことが多い。私たちの住む地球が大宇宙の一点であるならば、人間の存在はあまりにも小さいではないか。大自然の営みの中で感謝の気持ちを失うことなく、いつもニコニコと布袋和尚の気持ちを持ち続けることができれば、それこそが不動心であり悟りというものではないだろうか。自らの号を虚しい船古舟と名付けた水木先生の筆さばきには、その日その日の心の動きが現れるという。世の道は一筋桃筋分かれども、ただ一筋にまこと踏みゆく。これは本体養心流柔術書伝の許しに記された教え歌である。最初はゆっくりとその形を見せて、次に普通の速さで演じてみる。一つ目は片襟からの崩しである。次も同じく片襟の腕の払いからの逆攻め。この技をもう一度スローモーションで再現してみる。次は面付きからの変化技。同じく面当てからの変化技。次も面打ちからの変化技である。最後に出てくる取り付け技は14代石屋武雄が使った豪遊取り付け。今まで見てきたように、本体養心流柔術は実践に即した技として伝承されている。入り身転身の柔軟な身のこなし、鋭く対決する一瞬の利合、逆技から投げに入る瞬間の当て身または蹴り、手刀は実に鮮やかである。